ザニュースキャスターは、フジテレビ制作による TV ドラマ、世にも奇妙な物語シリーズの中の一編である。通算第287話、1996年1月4日、世にも奇妙な物語冬の特別編にて放送されている。北村玲子は民放テレビ局の看板ニュースキャスター。しかし、局上総部の評判は良くなく、 報道局長からメインキャスター交番が内定したと告げられる。ある日の放送でロンドン市場の円相場を伝えた際、1ドル162円という誤りの数値と伝えてしまった。イ子はプロデューサーから出席を受けるが、実際にロンドンで本当に急激な円売りドル買いが起こった。さらに民政党の梶原幹事長が演説中傍観に、 刺され死亡と伝えた際にはまたもプロデューサーから死亡なんてどこにも書いてないだろと叱責される羽目にしかし梶原は容体が急変し本当になくなってしまうご放題スクープの連続に気をよくした麗子は自分が番組で発言した全くの嘘が事実になると感づくその後も彼女が読み上げた通りの出来事が立て続けに起こってしまう しかしバレエダンサーを自殺させてしまったことから、彼女の存在は上層部で問題視されることになり、ついに報道局長は麗子に番組降板を通告する。その結果、ありがとうございます。